新潟医療福祉大学でリハビリの専門職を目指す。人の基本動作の回復をサポートする理学療法士、応用動作と心の回復をサポートする作業療法士、話す、聞く、食べることの回復をサポートする言語聴覚士、義手義足、装具でリハビリをサポートする義肢装具士、体のツボを刺激し自然治癒力を高める針師、灸師、独学部14学科の医療系総合大学でチーム医療を学べる新潟医療福祉大学。